今日は春の天気も良くて絶好の登山日和。ただいまの時刻は9時30分。だんだん気候も暖かくなってきて、やっと登山シーズンスタートという感じです。まずは今日はリハビリも兼ねてお気楽な高尾山を楽しみたいと思います。それではどうぞ。ここどこですか？ここはどこですか？なんとかなんとかはい、去ってきました。だんだん春に近づいて暖かくなってきたので、人も結構今日は多いですね。本当に入り口にこんな感じでたくさんいます。スタートから結構人がいます。高尾山はリフトやケーブルカーを使って簡単に途中まで行けて、しかもコースがいろいろあります。初心者でも楽しめる低山の登山の定番です。ちょっと肌寒いぐらいで、ちょっと着ながら行きます。中腹まで行くのはロープウェイとケーブルカー2種類あります。いつもはここ桜咲いてるけど、今日はまだこれからって感じですね。けどだんだん本当に暖かくなってきたので、そろそろ桜も咲く季節です。高尾山バーベキューマウント、山の上でご飯食べれる展望レストラン開催中だって。これはなんか開放的で良さそうですね。すごい、下から登る人もいる。下から登るときは稲荷山コースから登っていく人も結構います。すごいな、大変だな。ここからはここまで、リフトは結構登るまでが階段しんどいね。ここから上までぐいっと登っていきます。よいしょ。はい、リフト乗りましょう。文明の利器を使ってリフトで登ってきます。昔はこういうのもなくて大変だったでしょうね、登るのが。親子2人で乗っております。ケーブルカーよりリフトが外が見えて好きらしいです。左出ます。はい、これお立ちください。はい、どうぞ。え、写真どうもっていう顔して、レイ君顔出したの？めっちゃ早いやん。レイ君顔出したの？無になったら撮ることすらやってくれなかった。もうシャッター押してくれなかったもん。なんで無でいいじゃん。うんうんってちょっとうなずきだけして、じゃあ1号路で行ってみましょう。山頂までは2キロ、たった2キロなんだ。これぐらい1時間ちょっとぐらいで行くのかな。じゃあ行きましょう。つらい。リュックに何持ってきた？え、アクエリア、お母さんに持って。ポカリちゃうの？え、ポカリ、ポカリなの？水筒持たされてんの？え、水筒持たされてんの？そんなに飲むか。そんなに飲まんやろ。あの取り放題なんてバイキング。あ、そうなん。ミシュランでだって。それはミシュランはその雰囲気も込みですよ。味はそうでもない。味は普通やろ。あ、そうなの。味にミシュランついたんじゃないと思うけど。そうなの。ラービュッフェ11時からまだやってないね。そうなの。たい焼きあんの？前なんでこんなところで食べたんだろう。スタートで早すぎ。ケーブルカーで、ケーブルカーで来たらこっちが入り口や。ああ、それですぐ目について語るの。ここから山頂まで、あ、40分で行くみたいですね。大丈夫。はい、サルウェンとかを通ったら行きましょう。ヒョリフトから降りたらこれぐらいの景色は見えます。都内が見えるらしい。こんな感じ。あ、スカイツリーが見える。スカイツリーだ。あっちに見えるのがスカイツリーが見えます。11丁目茶屋。
お土産等いろいろ売ってます。飽きさせない登山ですね。すごい、もうちょっと歩いただけで食料がどんどん出てきます。八王子ラーメン、焼きたての団子だし、ゆうちゃんたち食べるの？黒い団子と黒ごま団子、みたらし、金ごま、なんかいろんな種類がありますね。甘味噌っていうのもある。今日は天気がいいので結構な人が乗ってますね。そしてちょっと歩くごとに食べ物があって楽しめる、お気楽な、まあいい山ですよ。杉内方の、すごいこんなにたくさんいろんな人が訪問してます。どうですか？え？変な人。変な人と思われる。うん。え？変な人やろ。頑張ってよ。何やろ。自撮り、自撮り棒で。え、ちゃんと今の状況を説明して。今は疲れました。疲れた、早いわ。早すぎるわ。それは早すぎ。それ伝えてどうすんの？なんかタコすぎっていう神様みたいな。タコすぎ？うん。タコすぎっていう神様がいいの。なんか、さっき言ったよ。ああ、杉の木がタコよ。みたいに、あんまぶらさないで。杉の木がタコみたいになってるやつや。はいはいはい。え、なんかありがたい。お祈りした？お願い事したの？何も。何もしてない？あ、もう、タコにやられるわけ。タコは無にやられるって。こうやって。タコが来て。ぶりすぎだよ。ぶらさないで。だって重いんだよ。重いじゃない。それじゃあ、自撮りマスターなれないぞ。神社の中をくぐって、もう本当に登山というより散策ですな。あ、天狗ゾーンに来ました。天狗ゾーン。ずっと住んでると言われてる。レイ君、天狗ゾーン来たで。天狗ゾーン。天狗いた？だから、うん、願い叶う。願い叶うの。願い何してもらう？夏でみんなが幸せになる。みんなはなんで？なんだそれ。どんどん神社の中を歩いていきます。でかっ、階段長、雲海厄除け、あと山頂まで20分。え、階段、あ、ここの階段めっちゃ辛い階段ですね。この砦で階段が長いっす。階段長、どんどん階段登ってきます。一体鉄道があります。鳥居が綺麗です。道も歩きやすく舗装してくれてます。この木道歩きやすくて綺麗ですね。そしてここからも舗装された道で、すごいもう至り尽くせりの登山というか、まあ木のある中をハイキングするっていう感じで気持ちがいいです。空気も澄んでて太陽も出てて、やっぱ久々ですけど自然はいいですね。じゃあ、あともうちょっとなんで頑張りたいと思います。え、もうゴール 早すぎんね、レイ君。お昼ご飯何時に食べるレイ君？もう見えてきたぞ。まだ今何分って？今10時半。10時半もうお昼。11時ぐらいに着く予定だったの？あんま予定は考えてなかったけど、早く着くかなとは思ってたけど、もうトイレゾーンで、あともう上やん。お疲れ様です。着きました。体力何パーですか？75。え、75残ってるってこと？45ぐらい残ってる。45残ってる、うん、あれ半分はもうけど、そんな疲れた？うん、まあまあ。まあまあ疲れた？そこまでじゃないやろ、俺だけど、うん、あのロープウェイ降りたら結構すぐさ、65% ぐらい、65% ぐらい残ってる、うん、あと1回降りてさ、でもう1回登ってもう1回降りるのもできるぐらいじゃない？うん、そう、できんの。すごいね。プラキパスの水入れに水を入れてみましょう。よし、昼ご飯用の水を入れて、じゃあ行きたいと思います。お、いっぱい入る。結構
容量が入って2リッターまで入るので重宝してます。頂上付近にもお食事どころが充実してます。ソフトクリームにとろろそば、カレーライス、6A がすごかった。頂上です。着きました。あっという間に着きました。高尾山の頂上です。山頂です。この辺は人がいっぱいいるんで、人いないとこまで行きましょう。写真行列すごいね。写真行列、まあ思い出ですね。頂上は本当ご飯が充実です。名物はとろろそばとおでんみたいですね。何でもあります。はい、自販機とこっちの方行くと富士山が見えますね。みんなのんびりします。ビジターセンター、こんなのなんか新しくできたのかな、なのがあります。今日は曇りで富士山はお預けですね。こっち側の方に本当は晴れてる見えるはずだったかなと思います。この奥の方でじゃあご飯食べたいと思います。何もまだお菓子食べてないけど、階段降りるギリギリのところ意味ない。なんか広げたの、うん、寒くない、うん、なんか来たら、え、いい、なんか来たら大丈夫。レイ君、カブちゃんが1000本も杉植えたことによって杉花粉大丈夫、うん、何本ぐらいがいいと思ってなんて、レイ君100本ぐらいでいいと思う。何100本、100本にしてほしかった。100本も多いよ。チョコダメ、大丈夫、割れてない、全然厚くないもん。割れてないゴキゴキ大丈夫。レイ君100本も多いやろ。え、100本も、あ、50本ぐらい、50本ぐらい。レイ君も植えてお金あげたら1本1万円かな。え、高すぎる。1000本、え、1000本で1000万円ぐらいあげてんのかな。1本なんぼかな。1円、安いわ。今日のご飯の準備はじゃあしましょう。エスピンでパスタを、よいしょ、終わった。もうこれすごいライカーなしでいける。終わった、一瞬で終わった。案外残ってんなと思って。これスニック暮らし、はみ出すぎじゃない。これどうやって温めるの。もうちょっと温めるぐらい。すげえはみ出てんじゃん。らそう。レイ君、コーヒーの匂い、どんな匂いやった。はい、お願いします。どんな匂いか。どういう匂い、コーヒーを。コーヒーをちゃんとスタバのコーヒーを引いてきたんだよ。子供にはあれやな。ちょっと舐めてみたらペロッと。今回はフィルターがないのでこの紙だけで挑戦です。いけんのかな。レイ君、ヒロ君、あれはなんか編み出しました、このフィルターだけで入れるこのやり方、謎のやり方。これでウィーナー欲しい。ねえねえ、ウィーナー1個ちょうだい。超早い、もう終わっちゃったけど、お父さんまだこれからお湯沸かして。私もなんとか飾らないかな。なんかさっきまで引いてってたら、あったかかった。うん。ここに入れたのこうやって。あ、そう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 。何だこれ。多分な、濃いね、このままやったら。あ、ごめん。え、なんかやば、すごいなんか口から出てきた人みたいになってる。わ、まあ、伸びてる伸びてる。それで電源ついただけやで、丸を押したら。はい、近いわ。あ、取れてるね。うわ。近いわ、そんな。壊れ。いいじゃない。おーいや。プロでーすってやってよ。プロでーす。やった。やった。
山頂はすごい盛り上がってますね。いっぱい人がいます。写真の並んでる列とかおでんとかもすごい並んでる。なんだかんだやっぱいい季節だとみんな外に出たかったんですね。多い人がいます。じゃあ今から4号路吊り橋のところを通って入りたいと思います。じゃあ行きます。4号路から帰りましょう。はい、レッツゴー。いいよ、行ってください、行ってください、転ばないでください。大丈夫ですか。はい、ここから自然の道が見えます。森の中を進んでいきます。どんどん登って帰っていきます。吊り橋コースです。こっちです。あ、吊り橋が見えてきました。4号路の有名な吊り橋です。こんな感じ、こんな感じです。おーい、レイ君、どこ行った。あ、いたいた。あ、じゃあ進んでって。いいよ、進んで。え、動画だよ。前来たの覚えてる、レイ君。覚えてる、ここ通ったの。あ、そう。橋はなんか覚えてるよな。あ、そう。だいぶ前ちゃうけど、5歳とか。去年は来てないんじゃない。巨大倒木がすごい一本倒れてます。ちょっと山道っぽくて歩きやすい気持ちいい道ですね。4号路は途中吊り橋もあって人気のコースですね。山の中を歩くと空気も澄んでて気持ちがいいです。天気がいいのが一番いいですね。屋久杉見に行く、レイ君。なんでちょっと寝て歩いたら行けるじゃん。何千年の杉、レイ君、杉花粉の王様やです。杉の王者に会いにかな。杉の王様、花粉症の敵よ。だからそれを倒さなきゃ、花粉症として。そこに行っても花粉出なかったらこっちの勝ち。時期によるよ。まだ生きてんね、千年経っても。大事に大事に、みんな長老よ。スカイツリーが見えた。すごいね、ここから見えると。横にはいないでしょ。横じゃないんじゃない、東京タワーなんて。東京タワー、とんがってるやつかな。え、東京タワーとスカイツリー全然遠いでしょ。言っても都内やで。はい、レイ君降りてきました。どうもこんにちは、降りてきましたです。はい。エネルギーはどれぐらい残ってますか。エネルギーを1000万残ってるの、すごいね。全然余裕やな。もうリハビリもじゃあ終了です。35。あ、上で45だから全然やな。よし、じゃあ帰りましょう。じゃあまた35。見た目、触ってんだって。降りてきてからのこの
街歩きもまたお楽しみですよ。じゃあちょっと寄って帰りましょう。お父さん、山芋タコせん美味しそうやで。150円。炭治郎だ。エビせんや。エビせん。食べてみた。え？美味しい。鼻に刺さってんね。鼻に刺さってんね。美味しい。美味しい。誰か天狗の。タコせんです。タケさん。こんな一個だけタコが、一個だけタコが入ってます。うん、登山をした後のタコせんはうまい。めっちゃレゴ見てる。はい、終わり。